ベンジロー・クサベ・ンジローから1934年1月22日は、明治から昭和時代の土木医師、実業家。旧姓は岩屋初夏、岩屋十六の次男として、大見国甲賀群港口村に生まれる。1882年、草壁カベ名閣の養子となり、1902年家督を相続する。 1868年京都に出て、富岡鉄斎や神山法要に学び、翌年の1869年上京し、育英義塾にて英語を学ぶ。1874年改正学校に入り、1880年東京大学理学部を卒業し、理学士の称号を得る。後1901年工学博士。卒業後は内務省土木局に入り、 1886年内務ム五義儀1891年第五区土木監督所長、1896年第七区土木監督所長を経て、1898年第一区土木監督所長となる。この間、北上川、淀川、吉野川、利根川の各改修及び、浦戸港、高松港、宇野港の蓄港などに関与する。 日本橋の設計の合議決定者を務めた。1900年土木工学の研究のためを州に、渡り、1902年東京市土木局議士長、1905年東京土木出張所長を経て、翌年の1906年東京市土木局長、議士長に就任。1914年退官し、実業界に入り、対象者理解者取締役。 東京鉄筋コンクリート社長歴任。他、工学院委員長、東京市区改正臨時委員、郊外調査委員なども務めた。1923年の関東大震災により、公主学校が全焼した際は、その再高に尽力した。ありがとうございます。